フリード・ポスターから。こんな小さなポスターカラーで何を書こうか、君のことを思い出して書いてみます。黒い下駄を言いかけてですね、原曲に忠実に歌ったつもりです気づいた方いらっしゃるでしょ。次はですね、有名というか今野清志郎さんは皆さんご存知だと思うんですけど、その方の、一番最初のグループといえば何でしょう。
一番最初のってわけではおかしいですね。ソロになる前の、グループのってやっぱ RC RC その通りです。で RC サクセションの、ギタリストといえば出てこない、チャボ中井戸玲二さんですね。その中井戸玲二さんが、別の方とこう組んでるやつがあるんですけど、それもそこまでご存知の方いらっしゃいます？そう、フルイドっていう人たちがいるんですけど、フルイド、この人たちがですね、なんでしょうね、僕はすごく金銭に触れるというか特徴ある方たちなので、その人たちの歌をやりたいと思います。魚は特にこだわるぞ。マイクが来たなら微笑んで、ここは一つ歌うだけ。妻には涙を見せないで、子供に愚痴を聞かせずに、男の嘆きはほろ酔いで、酒場の隅に置いてゆく。目立たぬように馬車が
タコロ涙でした。一緒タコロ涙。